8月、ヤッホー、脇あずみです。まだまだ夏は終わらない、鈴木えりです。うん、暑い日々が続いております。みんな気をつけてね。いや、夏休みに突入したそうだ、子も多いのでは。夏休みの皆さん、こんにちは。こんにちは、アゼリー RG ですよ。はい、今回も前回に引き続き RG のプレ配信会で DVD をやります。 DVD、はい、それでは行きましょう。はい、せーの、アゼリー R 朗読 G。 ということで RG に向けてのプレ配信会としてお送りします。はい、そして大事なお知らせになりますが、はい、アゼリー R は RG としてオープンレックセカショゲーム部チャンネルに移籍します。はい、移籍の主な理由はゲーム実況の権利許諾の調整がしやすいことと、はい、セカンドショット側のゲーム実況コンテンツの強化のためです。はい、現在オープンレックセカショゲーム部チャンネルでは、はい、レギュラー配信として中澤美奈のゲーム始めたてを、うん、オーレボの裏の週19時30分から、はい、武田海人のお豆腐ゲームを毎週金曜日20時からお送りしております。うん、ちなみにリニューアル後のアゼリ RG は1回の配信時間がかなり長くなる予定です。かなりだいぶリニューアルだね。はい、普通オタメール引き続き募集しております。はい、そして前回に続き今回も DVD を1人がプレイ、1人がチャチャ入れ担当としてお送りします。では今回はエリさんプレイです。はい、今日は私はやっていきます。チャチャしていきますよ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、あ、ちなみに今回パークの中にアドレナリンを入れてみてますので。マジですか。はい、ドラマを期待しております。もうマッチが見つかってましたね。うわ、早い。え、お便り読んでく？じゃあこのマッチ中にお便りを読ませていただきますね。はい、なんて画期的な、JB さんからいただきました。 JB さん、アゼリの二人こんばんは。こんばんは。お二人は以前の放送で、うん、夏限定のリアルホラーというコーナーとかやりたいとおっしゃっていたのは覚えているでしょうか？ないそういう覚えていますよ。RG にリニューアルしたら、うん、コーナーなどどうなるか分かりませんが、うん、ぜひこういった季節限定コーナーなどもやってほしいです。最近脳トレもされていないようなので、うん、脳トレコーナーなんかも。脳トレね。脳トレか。いろいろやりましたね。てかゲーム自体まず脳みそは使うんですけど。あ、そうじゃん。でもその場の脳じゃないですか、ゲームって。過去の記憶を呼び覚ます脳とは、また別の場所だから。確かにな。瞬発力っていうのとまた違って、うん、思い出すみたいな大事っていうもんね。脳トレもやりたいな。いや、やりたい。脳トレあれですよね。あの、今までのラジオから、うん、この時鈴木エリは何と言ったでしょうとか。うん、めっちゃ面白かった、あれ。あとは、あんなコーナーでクイズ、謎々もあったし。あったね、あったね。謎々ありましたよね。意外と私が頭めっちゃ硬かったっていう。そう。そう、めっちゃ苦手なの。で、なんか先に10ポイント入った方が景品もらえる。そう。あ、やらせてもらった。でも、エリさん2回くらい、かっさらっていきませんでした。そう、結構練習はしてたわ、そうだ。でも、いい勝負だったんだよ。いい勝負だったかも。そう。楽しかったなぁ。楽しかったね。うん、え、ホラーはもう早くしないと終わっちゃうよ。そうですよ。もう10月じゃない、8月になっちゃったから。うん、8月終わったらもう9月、秋。リさんもホラー好きですもんね。ホラー大好き。怪談とかやっぱ。怪談？怪談話とか、うん、あの、みんなが体験した恐怖体験を、ちょっと募集したい。うんうん、そう。でもそれ前も、うん、前もやったね。言った気がして、うん、普通もなかったってことは、みんなないんだろうね。なんで作ってよ。無理やり作り話でもいい。作るの。はーい。さあ、始まったよ。は、貞子だ。貞子です。貞子ちゃんです。貞子来ちゃー。しかも最初からビデオを持たされています。そう。っていう、すごい強い。そうなんです。貞子は、あの、こう、左の人間マークのところから、こう、うん、7日今、エリさんのところ白くなってると思うんですけど、うん、あ、2日目に入った状態っていうことで、テープを、あ、
そういうことなんだ。そうですそうです。2日目フリマエリさん、ね、2日目3日目に突入しようとしてて、でこれが初めて知ったそれ。テープを7日間持った状態になると、もう呪いかかった状態で、あのもうその場で処刑されてしまうという。わ、めちゃめちゃ近く、あワープしてる。いらっしゃいます。え、どこどこ、え、どこどこ、怖いです。でも誰かチェイスしてるっぽいの、ね、さあ、そう、だから7日たまる前にテープを返したいですね。あれ、私の返すべきテレビは上なんだ。あ、上だ上だ、ちょっと離れてる。これ後でって思ってるけど先の方がいいのかな。いや、そうなんですよね。まだいけるって思って回したりしてると、そう、これ溜まっちゃうとね。そう、途中で貞子に追いかけられて、やばい、テープを返せないまま来てる。7日溜まっちゃうとか来てますか。どうする、みんな返したけどエリさんだけずっと持ってますよ。私だけ持ってる。すごい勇気だ。やばいやばい画面がなんかザザザってなってきた。ザザザってなり始めた。しかもすごい近くない、あれ、私が返すべきテレビと。そう、あ、確かに釣られてんの近い。近い、やばい。うわあ、こんにちは。どうします、エリさん返せない、これは出会っちゃった。あらあら、外してくれた。なんか足が遅く感じる。足が遅く感じるこんにちは、どうします、こんにちは、こんにちは、どうしよう、どうしよう、どうする、こんにちは。あ、でも戻ってた、戻った。どうもどうも、エリさん溜まってっちゃうの。溜まる、やばいよやばいやばい、6日目になっちゃった。6日目です、今6日目。6日目もうあと1日の命、あと1日しかない。返させて、早く返したい、返したい、返したい。こんにちは、ドワイト、ここ、ああやばいやばい、 あと半日です。でも3日目の状態のままだ。これはもう一回どっかからビデオ引っこ抜いてきて、どっかに返せば減るとは思うんですけど、嬉しいですよね、こうやって日本の映画がコラボで、うん、ね、すごいことだよね。ね、嬉しい。そう、私エリさんがずっとデトバ好きで、デトバの話を聞いてて、うん、もう他にやってるゲームもあるし、新規で覚えるの大変そうだしなって思ってずっとやってなかったんですけど、うん、貞子が出るって聞いて始めましたもん、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、さすがホラー好き。貞子が出んならさすがやりたいと思って、それきっかけだったな。待って、私がビデオテープなんやかんややってるうちに一人連れてかれちゃったんだけど。ほんとだほんとだ、待って待って、いつの間にもうそんなんだった。残り3人で3台大変かもしれないですね。うま貞子ちゃんかもしんない。え、いやでもいいな、さっきホラーの話してたから。こんにちはこんにちは今横目でエリさん見てたな。あ、日本のホラーといえば貞子かな。いやそうだね、うん、夏らしさを感じさせてくれてるのかもしれない。エリさんは小さい時からホラーになって意識はなかったんですか。いやもうそれこそリングが一番なんかホラーの始まりだったかもしんないな。あー、リングか。もう子供の頃やっぱトラウマになったもんね、リング。井戸とか。よし、なんかビデオ返そうかな、どっか。今あった。あ、そこにありますね。ああるある。うわー、すごいよね、再現率すごい。そうそうそう、ね、映画でね、うん、ビデオ見ると出てくるやつ。ついでにやろうかな。あ、いいいい、あ、でもあ、治療してる。あと1台になる。おー、よいしょ。これは出れそうですね。出るか、出れそう、出れそう。よかったよかった。なんであの人がさ急にいなくなっちゃったのかわかんない。え、2回つられてた。2回つられ3回目つられて終わっちゃったのかな。私たちが話している間に、してるうちにチェイスを頑張ってくれていたのかもしれない。ありがとう。ごめんね、ありがとう。守れなくて、ごめん。もうドワイトも頑張ってくれてる。
そうか、めちゃめちゃ集中攻撃されてたんだね。そうですね。誰も他釣られてないもんね。でもドワイトめっちゃ頑張ってくれてたから、頑張ってる。本当あと1台で終わっちゃう。アドレナリンもいらないぐらい、うん、傷もついてない。その私見てたのが、一番最初に見たのが、ほの暗い水の底からってやつ。あ、怖い。そう、めちゃくちゃ怖い。あれ見るとマンションに住めなくなっちゃうよく言われてたやつ。いや、あれも結構トラウマだな。本当にジメジメしてて、うん、日本のホラー映画っていう感じのする作品で、私はすごい好きです。怖いで釣られないのかな。星に行けるかい。星に行っちゃいますよ。お行ける？いるのかな。あ割れてる。チャンス。回復もたわったし。助けるよ。さっさっ。よしよし。じゃ一回もサダコとチェイスはしてないんです。してない。こんなに好きなのにサダコ。姿見たいよ。なんか心音はねずっと、あ、いたそこでやってるんだ。いる。でも発電機もそんなに固まってないから。そうだね、すごいチームワークがいい。いいよ、みんな上手だよ。みんないいよ。うまいな。みんなの話聞きたいな。本当にあった怖い話。怖い話。ないもんか。意外とやっぱないのかな。でもこの芸能のお仕事をしてると、私結構好きだから、なんかありました、うん、とか聞くと、うん、ある人が周りに多い気がする。あー、役者さん結構。そう、役者さんって体験率が高いんですよね。多い。多分感受性豊かだったりすると、その霊感ある人。そうそうそう。だ、小さい子とかそういうのって、見れちゃう子が多いっていうのと同じで、でも感受性豊かだから、そういうのを感じ取りやすいのかなって。あ、ゆりさんのチェイスが始まった。あれ、発電機蹴って。あー、戻ってきちゃった。で、すくって。追いかけて。怖いですね。でも一番下の子を追いかけてるからな。アジュジュはなんか恐怖体験あるんだっけ。私はない。あ、すごい好きなのに。好きなのに、ね、ないんだ。金縛りしかなくて。金縛り。そう、金縛りしかなくて。金縛りってもう金縛り起きてる時に意識があるの？あります、あります。これは金縛りだって。う、動けない。あー！いやー、ノーワン。そうだ、ノーワンだ。やばい、これは。どうします？助けたい。助けたいねー。助けたい。このキラーのパークで。もうドワイトと二人で探しに行こうか。探しに行こうか。このノーワンっていうのが。誰も死から逃れられないっていう。ドワイト勇者だな。パークなんですけど、私の勘で下と見た。おお。ノーワンは。すごい、ノーワンなのに助けに行こうとしている。あれはすごい勇気です。すごいね。男前。すごい勇気だね。かっこいい。かっこいい。ゆりさんがやっぱ探すばかり。あ、そうだよね。ねね。ねね。あー、すっごい近いんだ。近い。超近いんだ。いや、これは助けられない。これはこっそりこっそり。バレてない？それバレてないんですね。バレてない。うわ、もう並んでるじゃん、ノーアンと。並んでるよ。あー、無理だ。これは無理だ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。いやー、これでもすごい時間かかるから。いやー、これはもうこれ一回こっち向いて離れた瞬間にスプバで助けます。うっそ。一回向くじゃん、向くじゃん、はい、うん、離れるじゃん。あ
かった貞子。いやエリさんの勇気はこの子も感謝してるはず。でもワンちゃん出られるかも。あっちがね、うん、扉開いてたから行くぞ。はいはい、1、あ、でも、はい、2、はい、3、うわー、ダメだ、惜しい、惜しい、いやでも、エリさんはすごい勇気でしたよ、あれは、みんなで出たかった、大体の村の人は、見捨てて、ね、出ちゃうっていうのが、よくある選択肢なんですけど、エリさんは、見捨てないっていう、もう、あんな、勝ちです、あれは、勝ち。エリさんの勝ち、心の勝ち。いやー盛り上がった、美味しい、楽しいですね。でもみんなに貞子見せられてよかった。よかったよかった。貴重なお話も聞きましたわ。ありがとうございます。ありがとうございました。一戦目は、うん、惜しい、すごく惜しい。でもほぼ勝ち。いい試合でした。いい試合だった。はい、ということでみんな、もし、うん、恐怖体験とかあったら、まあ、あったらね、あったらでいいよ。うん、ワンちゃん、うん、こういう怖い体験あったらいいな、でもいいよ。もうこういうのあったら、うん、やだな、でもいいよ。逆に恐怖体験じゃないのに、うん、はい、恐怖体験っぽい感じで言ってもらうのもありかも。確かにいいかもしれない、うん、まあ、私たちが読むからそう怖く聞こえると思うし、ぜひみんなの恐怖体験うん、ぽいようなぽくないようなお話を、うん、聞かせてください。お願いします。楽しみに待ってるよ。番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはazeri@secondshot.jp azeri@secondshot.jp、 たくさんのメールどしどし送ってください。よろしくお願いします。はい、そして今週分のアゼリアルは水曜日24時から、はい、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開、はい、さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやアゼリアル特別編が聞き放題見放題です。うん、皆様会員登録をよろしくお願いします。はい、ではでは今回はここまでです。はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。